どうも、ヒロハスです。今回はゲームメーカーでブロック崩しを作っていきたいと思います。簡単に概要を説明すると、ドット絵でスプライト書いて、それにプログラムを設定して、それを画面に配置して完成。以前ゲームメーカーの使い方っていうのを動画で出したんですけど、前回は概要を説明しただけだったので、今回はゲーム1本作るので、よりゲームメーカーについて詳しく理解できると思います。それでは本日もよろしくお願いします。では早速プロジェクトを作っていきたいと思います。プロジェクト作ったらまずはスプライトを作っていきたいと思います。新規でスプライトを作って、最初はプレイヤーですね、ブロック崩しのバーを作るので、とりあえず解像度を変更したいと思います。で、変更したらスプライトの中心点を真ん中に持っていきます。で、それが終わったら実際にドット絵を描いていきたいと思います。で、バーができたので、次はボールのスプライトを作ります。同じように新規でスプライト作って、解像度を変更して中心点を真ん中に持っていきます。終わったらドット絵描いていきます。ボールができたので、次はブロックを作っていきます。同じように新規でスプライトを作って、解像度変更してって感じですね。ブロックは中心点はデフォルトのままでいきます。設定ができたらドット絵描いていきます。これでスプライトが全部できたので、次にそのスプライトを使ったオブジェクトを作っていきたいと思います。まずはプレイヤーですね。新規でオブジェクトを作ったら、そこにスプライトを設定します。で、スプライト設定し終わったら、今度はプログラムを書くためのイベントを選びます。最初にこのクリエイトっていうイベントを選択します。このイベントは、そのオブジェクトが画面内に発生したら呼ばれるイベントですね。ここにプレイヤーのスピードを変数で用意しておきます。次に、ステップっていうイベントを選びます。このステップっていうイベントはゲームが実行中にマイフレーム呼び出されるイベントですね。ここに左右のキーを押した時に移動するプログラムを書きます。簡単に説明すると、左のキーが押されたら左に行きますよ。画面の端に来たら止まりますよ。右側も同じように書いて、で、ボールがまだ発射されてない状態だとバーと一緒にボールも動きますよ。そういう処理をプログラムで書きます。これでプレイヤーのプログラムは完成なので、次にボールのオブジェクトを作ります。同じようにスプライトを設定して、各イベントにプログラムを書いていきます。ボールのクリエイトには、各変数ですね、ボールが現在動いているか、ボールのスピード、ボールの発射角度、そんな感じで初期値を入力していきます。初期値が入力できたら、次にボールが画面外に行こうとしたら跳ね返るっていう処理を作ります。これはインターセクトバウンダリーっていうイベントにプログラムを書きます。こんな感じでボールが画面上部と左右の端に行った時は反射させて、画面の下の端に行った時はミスということで、ボールを消して新しく作り直すっていう処理を書きます。次はステップイベントにスペースキーが押されたら発射するっていうプログラムを書きます。こんな感じですね。次にブロックのオブジェクトを作ります。同じように新規でオブジェクトを作って、スプライトを設定してイベントにプログラムを書いていきます。ブロックはクリエイトイベントにランダムで色が変わるっていうプログラムを書きます。これが素晴らしいことに1行でできるんですよね。
他の Unity とかに比べるとすごく簡単だなって思いますね。最後、ボールのオブジェクトに戻ってきて、ボールがバーに当たった時とボールがブロックに当たった時のプログラムを設定します。これはイベントのコリジョンのところに各オブジェクトが出てきているので、それを選んでそこにプログラムを書いていきます。バーに当たった時のプログラムは当たった場所に応じて角度を変えて打ち返すっていう処理ですね。次にボールがブロックに当たった時の処理ですね。同じようにコリジョンのところからブロックを選んでそこにプログラムを書いていきます。まあ、ブロックの中にボールがめり込んだ時に元に戻す処理と、ボールをバウンドさせる処理と、ボールをスピードアップしてブロックを消すっていう処理ですね。これでプログラムは終了です。最後に作ったオブジェクトをゲーム画面に配置していきます。このデフォルトで用意されているルームを選択して、とりあえず解像度を変更します。で、変更したらこのグリッドのサイズを配置しやすいようにブロックのサイズにします。設定が変更できたら作ったオブジェクトたちをひたすら並べていきます。これでブロック崩し完成ですね。早速実行してみたいと思います。こんな感じでちゃんと動いてますね。いや、以前 Unity でもブロック崩し作る動画作ってるんですけど、 Unity の時よりもやっと的にこっちの方が簡単というか、何なんですかね、理解しないといけないものが少ないっていう感じですかね。まああとやっぱりグラフィックをもうこのゲームエンジン内で作れるっていうのはめちゃくちゃ便利ですね。ちょっとここのドット修正したいとか、ソフトをまたがずにすぐ修正できるので、いや素晴らしいんじゃないかなと。ゲーム開発のもう完全に初心者っていう方だったらワンチャン Unity よりもいいんじゃないかっていうぐらい、ちょっとゲームメーカーいいですね。これがねやっぱ有料なんでね、そこがちょっとこう進める方も気軽に進められないっていう部分なんですけど、まあ体験版がね30日間無料で試せるようになっているので、この動画を見てちょっと興味あるなって思った方はですね、ぜひダウンロードしていただいて、こういうブロック崩しとかね、簡単なゲーム一本作ってみるっていうのいいかなと思いますね。人によっては Unity は挫折しちゃったんだよねっていう人も、こっちだったらいけちゃうかもしれないですね。それぐらい簡単にゲーム作れるゲームエンジンだなって思いましたね。こんな感じでゲーム開発に関する情報を毎日配信しています。ぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。 Twitter もやってるのでぜひフォローお願いします。ではまた。